点が入りました。阿部選手もあのショット一つ沈めたいですね。波里今日は高みごりのアタック、いいですね。波里選手ゴール下でクーリーがシュートできますが、いいですね、取り返して島根、そして安藤ゴール下にもう入った、素晴らしいですね。少し判断を攻められたんですが決めていきましたね。再び20逆転です。ニック・ケイのスリーポイント、ニック・ケイも沈めてきた。選手も本当に高確率ですね。波里打った、今日はタッチがいいんですが、ここはあえて打たして取り返して、そしてこの、いやいいですね、来ましたね。丸もここまで出てきていないという状況ですが、島根がリードしています。まあ、これはもう打たしていいという守りだったんですよね。そうですね、まあ、簡単にというわけではないんですが、やはり波里選手、金丸もここまで出てきませんが、その穴を埋めてここまでは互角の展開。安藤下がってスリーポイント、いや沈める、ね、いい判断でしたね。水曜のゲームが7つのスティールを決めて、スティールの多いチームの琉球です。そして中距離のペリメーターのジャンパ ー、 ー、今日はこれが決まります。まだ島根は3点差つけています。安藤からニック・ケイ、いいですね。ここはそしてバスケットバンド、リプレイです。この安藤のアシストから最後クーリーのリフォードにコーフリッピン、非常にフィジカル身体能力の高い選手ではついていきます。そしてニック・ケイがワイドオープンになっていた。ケイ選手本当に乗ってますね。そしてさらに高さのミスマッチを使っていきますね。さあリフォードとオフリッピンですが、下がりながらこれも決める。ユフォードが乗りに乗っています。さらにニックゲームです。ここはドリブルをつきながら、この中距離のシュートを選択、正解。ペリメーターが本当に落ちなくなってきましたね。リオード選手プレッシャーかけてくるようなポイントガードのポジション、まずは外していますよね。ユフォード、ここからドライブを開始して、このシュートが入る。このフォーターも決めてきましたね。そうですね。そしてキックアウトパスでドライブして岸本に白浜がついていますが、白浜選手、あ、ダーラムダンク。ここは今日は好評なんで落ちて20得点とはなりませんでした。そして速い展開、ユーフォード選手、ユーフォードがブロック、狙い詰まってましたね。スリーポイントになっていきなり決めてきました。これでエヴァンスも9得点、ユーフォードすでに20点以上決めていますが、ニカーダック。まもなく第3クォーターは1分を切ってきます。ここは後半強い琉球を逆に引き離した島根ですが、ここは仕掛けてビューフォード、うわ、もうビューフォード選手がアイソレーションを選択して、それで払いのけながらかいくぐっていこうとする安藤、またスティールを狙った。ニカを使って安藤ですが、なかなか入れない。右手でレイアップ決めた。素晴らしいレイアップでのフローターショットでしたね。これで再び25点差、個人技でねじ込んできましたが、クーリーがゴーゴーに突き込んでる。早いですね、琉球の良さがここに。ニカはファウル4つです。飛ばしてから今村クーリーへパスです。クーリースピンムーブしながらインサイドシュート、クーリー選手の強さ出ましたね。今のもビュフォード選手がその後周りの選手がそのショットの跳ねたボールに反応できなかった、そこをクーリー選手だけはしっかりと集中していましたね。ここでクーリーにダブルチームで行っていますが、ダーラも経由してコーン・フリッピン、今村シュート決める、決めましたね。ニカも今ファールトラブルになっています。さあ琉球としては大反撃開始なるか。クーリーインサイド決める。そうですね、ここはもう小坂に対して阿部を投入して、ビュフォードがダンクに行く。一方の琉球の方は時間を使わずに点差を詰めていきたい。この今村のプレッシャーです。いやー、いいディフェンスですね。今村イージーバスケット、ほとんど時間をかけずに2点詰めました。いやー、奈良選手強いですね。ウィリアムスミカのポストアップから美穂選手、難しいフローターだったんですが、リバウンド取るコーフリッピン、まっすぐに突っ込む、ビューフォードここに来て、ビューフォード最後まで許してくれませんね。琉球の連勝を止めるのは島根スタノーマジックということになります。今タイムアップ、琉球の連勝を20でストップ、止めたの
はホーム2位の島根スタノーマジックです。